ですね。あら、ヤッホー。水曜日の定期公演は今年初になります。確か22回目です。よろしくお願いします。今日はゲストにマリカちゃんがまた来てくれました。なぜかこのタイミングでパジャマ公演です。今日はちょっと部屋に遅れたね。かもしれない、うん、これガチ使いパジャマ、ガチ使いパジャマ、ガチ使用パジャマ、これはマリカをパシリパジャマ、パシられパジャマ、ガチパジャマ。この前入院した時に来たクロックス。そうね、入院そうそう、会期祝いです。私12月にゲスト来る予定だった。そうそう病気ってか、ね、病院に行ったからね。入院してたのか、確か入院してた、1週間入院してたらしいです。今日はね、この先はまだもうね、一緒にやる予定が、あ、20日にね、これまた後で言うんですけど、一緒にイベントするんですけど、はい、水曜日はもうちょっとまだ来る予定は他にないのでね、はい、久しぶりですね、この感じ。もう喉が痛そうでかわいそうだから早くね、もし私がベロベロ喋ろうの前に曲に行こう。はい、じゃあお願いします。はい、一発目から盛り上がっていきましょう。冗談じゃないね。盛り上がるかBBQ なんていかがです？30ハゲてたとは別に
こういう時あんまり歌わなくていいのに、みんな一緒に歌ってくれたらもっと嬉しいなって。湧くやつらどこいたの？湧くやつら湧くやつらは、私たちは私の得じゃないから。湧くやつらどこいた？湧くやつらじゃあちょっと、マリカちゃんにバトンタッチしてみます。マリカ、盛り上がりとかを一切無視した選曲2曲続けてやるけど、ちょっと冗談じゃないぐらい疲れてる。ちょっと待ってください。なんかマリカ目が近くなった今ね。ほんと私のこと多分だいたいなんとなくふんわりしてると思うんですけど、上京してるんですよ、東京に住んでるんで。で、そのにそれでなんかすごいもう毎回泣いてしか聴けない曲を歌うんで、曲中でもし泣いたら大変だったんだなって思ってください。それでは聴いてください。ありがとうございます。欅坂の青空が違うって曲でした。ちょっと次のも続けて歌います。やっぱ盛り上がりとかじゃないけど盛り上がってほしい。好きな歌、すごく。犯しては反省の抜け出せない日々も終わり、見つからない明日を待ってる。好きな曲すら聴きたくない、
した。ではバトンタッチ、はい。ちょっとこの声なんで、いつも低くて歌えない曲を今日は逆にちょっと低いで歌えるんで、ちょっとやってみたいと思います。お願いします。やばいね、声変わりしてしまった。ついに、ついに、そう、インフルじゃなかったんだ。
Thank you.
いるので、1月次は今週の日曜日21日ビブレホールでロアとライブに、インプリさん解散ライブに出させていただくので、ぜひ、ね、フルメンバーのロアを見に来てくれたら嬉しいなと思います。じゃあソロはこれで終わりなので、マリカちゃんおかえりなさい。乗りました。ちょっと復活までちょびっと私は見ましょうか。そうね、1月の20日ここで2時から、あ、1時45分にオープン、2時から私の、あのお通夜があります。あと、何、日本語があんま得意じゃないんだけど、お通夜と言ってもその日に死ぬわけじゃなくて、あのマリカはマリカって名前でやってるんですけど、2月から名前が変わるんです。だからマリカとしての最後のイベントを福岡でやって東京に戻りますので、別になんかね、あれなのよ、さっき青空が違うで泣かなかったからもう全然元気なんだけど、あのその日にね、もう多分あの笑顔で楽しく帰りたいので、あの楽しく帰りたい、そう、笑顔で楽しく終わりたいので、みんな来てください。来てくれたら 1,2,3,4,5,6 6人は生まれでしょ。もうね、もうちょっと欲しいから、みんなの友達とかに言ってよろしくお願いします。2人だけじゃなくてね、そうかなこちゃんも来てくれるんですね。マリカの推しメンが来るの。え、3人で一緒にね、久しぶりに会う、マジで久しぶりに会う、このグループでしたね。その懐かしの3人でね、やばい、エモい、本当にそれこそ隣のバナナとかやった方がいいかな。え、あれじゃない、あの手指とかじゃないの。バレンタインデーキスとかやった方がいいかもしれない。あ、でもあのお茶目機能と、あとあれ、あの何、大きな愛でもやりましたね。あれも私はあの余興でやったから、めっちゃ響いた。そういう建物と思われるからやめてもらっていいかな、そういう。やめてやめて、ちょっと待って。余興でやったよ、余興でやったから、うん、やりたかったな。余興でやったけど、そういう大きな愛でもてなしたいな。来てね、みんなよろしくお願いします。土曜日ですか。もうみんな夜無理とか昼無理とかいろいろ言うけど、結構ここにいるメンバー多分昼無理系なんだけど、今念を押して言う、お願いします、お願いします。仕事か。ほら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 、そういうこと言う。いつの話だっけ。20日土曜日。その後次の日は21日ビブレホールなんですけど、日曜日お仕事ない人、はい、ちょっと私リーダーなんで、ロアの公式アカウントを自分も見れるんですけど、皆さんまだ DM で予約してる方、この中には一人しかいないはずなんですね。バレているので、バレてるので、この後物販の方でですね、無理やり私が携帯を奪って送らせていただきますので、最高の女、めんどくさいのか、めんどくさいのじゃ私がしてあげようかなって思って。すごいいいと思う、すごくいいと思う、ね、まさか他のところで予約したなんて、こんな声でも頑張ろうとしている私にはきっとみんな言えないと思うので。復活した、だいぶ、いやもうしないので、やった方が早いかな。そうね、じゃあお願いします。今日にぴったりじゃない、この曲。Thank you.
水跡